多治見市立根本小学校の大津田と申します。よろしくお願いします。今年度算数で主体的に学習に取り組む態度の評価っていうところで、いろいろノートを活用してみました。主体的に学習に取り組む態度の評価ということで、やっぱ挙手回数であったり、丁寧にノートを取っているとか、そういうところで評価してはいけないよっていうことが言われている中、じゃあどうやって評価していったらいいのかなっていうところを考えて、いろいろノートを活用してみました。実践した単元についてですが、6年生の場合の数の第5次の時間での実践を紹介します。この時間の狙いはドッジボールの試合の組み合わせを考える活動を通して、いくつかのものの中から順番に関係なく2つを選んだ時の組み合わせ方は、ティア表に順序よく書き出していけば良いことに気づき、組み合わせ方の総数を求めることができるという狙いで行いました。指導と評価の計画表を作った時に、この時間を、主体的に学習に取り組む態度の記録に残す評価という位置づけで、扱いました。で、主体的に学習に取り組む態度を評価していくとき の大事な2つの要素として、粘り強さと自己調整っていうのがあると思うんですが、この時間における、粘り強さって何なのかっていうのを考えたときに、そこに書いてあるように、複数の追求方法の選択肢の中から、自分で考え作りをしようとしている姿であったり、複数の追求方法の中から一つの方法だけでなく複数の方法で追求しようとしたりっていうところを、粘り強さとして、自己調整の面では、複数の追求方法の選択肢の中から自分に合ったものを、選択しようとしていたりとか、複数の選択肢を比較しながら、統合的発展的に考察しようとしている姿っていうところで、このどういう姿が粘り強くて、どういう姿が自己調整をしている姿なのかっていうところを、子どもとも共通理解しながら、授業を進めていきました。やり方ですが、ロイロノート色カードを活用して複数の選択肢がある学習カードを配布しました。このように白紙のシートにただ問題が貼ってあるやつで、従来通り自分で考えていきたい子はこのシートを使って、考え作りをしていきます。でなかなか自分で考え作りができない子は、こちらにあるような色カードの、ヒントにある表とかを図を活用しながら考え作りができるように、この、5枚のカードを一斉に配布しました。でこのカードを、個人追求後に、提出箱に提出させました。でその後、スクランブル交流に移っていくんですが、その交流の時に仲間と交流して考えを書き足したりとか、ノート付け加えたらその時もまた再提出をするように児童には指導しました。で最終的にスクランブル交流後に完成したカードを再提出させて、それをもとに評価に活用していきました。で実際の、児童の姿ですが、まずこちらのノートが、スクランブル、交流が終わった後最後に提出された、ある子の、ノートです。で、この子は全てのやり方に、着手したということが分かります。で、ロイロノートの、提出箱のログ機能の活用ということで、個人追求が終わった後にと、交流している途中でと、あと一番最後にっていうところで3回提出させた時に、子どもたちが、どのように学んだかっていうことがこのログ機能を使うことで見て取ることができました。この子は、一番最初に、この白紙のノートで自分で追求して、12通りっていうふうに自分で考え作りをして提出をしていました。でその後、スクランブル交流中の2回目の提出を見ると、この子は、最初12通りってやってたんですけど、この A 対 B と B 対 A は同じように数えていかなきゃいけないっていうことに、交流の中で気づいたっていうことが分かります。また、交流しながらこの表について少し触れていたりとか、しているっていうことが、2回目の提出で見て取れます。で次に今度、スクランブル交流終わった後最後最終的なやつを提出してもらった時の、ノートを見ていくと、
最初12通りって間違えて、やっていたんですけど、まあ、交流を通して、かぶったところを消すっていうことに気づいたっていうことがこのノートを見ると分かりますし、同じ樹形図を使った考え方と、自分のやつを比較してもう一回あこれでも6通りだなっていうことを確認していることも分かります。また、こちらの表を使ったやり方も2種類、自分で取り組んで、まあ、それぞれ表のどの部分が何をどこ対どこを指すのかっていうところも書き込みながら追求していることが分かります。で、図のところにも、着手しているということが見て取れます。でこのようにあの提出箱のログ機能を活用することによって、まあ、子どもたちがその、従来の紙とノートのだけではやっぱり絶対見て取ることができなかったあの追求途中があのすごく見ることができるのがあのこのロイロノートの提出箱のこの活用の仕方としてすごく有効だなっていうことを感じています。あとあの、このようなアンケート機能を活用して、最後の振り返りをやっています。まずあの分かったかどうかっていうところを一発で見て取れるし、まあ、どういう何が分かったのかとかどうして分かったのかとか今後生かしそうなことは何なのかっていう視点であの記述の振り返りをさせることによって、先ほどのカードと、合わせながら、その単位時間にこの子がどういうふうにあの粘り強く自己調整しながら学んだっていうことを、このアンケートを使いながらあの見るようにしました。で、あとはまあこの時間はあまり、まあ、使えなかったんですけどあの、まあ、週末の時間にあのまあ、教科書のプラスワンですとかウェブラーニングですとか算数アプリですとか、まあ、振り返りとか、まあ、自分で何に着手したかっていうところをこのアンケートを使って確認しながら、一人一人の子がどういうふうに自己調整しながら学び進めたのかなっていうところをアンケート機能を使って見るようにしています。はい、以上です。